こちらは見ての通りロストジャッジメントの、まあ、タイトル画面なんですけど、いやーちょっとね驚くべき機能を発見しましたよ、この後に及んで。ここで右スティック、まあ、いわゆる R3 スティックっていうのかな、これを動かすことによってちょっと動きます龍が如くあるある。なぜかここで動くのっていう時に R3 スティックで動かせるというね。で次の画面でもこれ実は、はい、右スティック動かすことによってちょっとうわ結構動くここは結構動くな、このキルいるかというところなんですが、まあいらない要素も詰め込むのが龍が如くスタジオですからね、まあ、この辺が評価されてる面ではあるんですけど、はい、そういう機能の紹介でございました。てことで今回もロストジャッジメント続きをやっていきたいんですけれども、いや俺もね、そろそろメイン進めたいんよまあただなかなか時間がなくて、これどうなのかな、プレイ時間なのかな、何をやったとかではなくて、まあ、前回ね天沢家の呪いというサイドケースをやったので、さすがにそれで進むかなと思ったんだけど、どうやらそうでもないらしくて、なのでまあいや俺もやりたいんですよ皆さん、うん、すごくやりたいんですよ、もう気になるところで終わってるからメインストーリーが。なのでやりたいんだけどどうしようもないですから、まあこうなった場合またユースドラマかなと思っていて、でちょっとね気づいたことがあって、前回さカジノの、まあ、紹介というか案内があったと思うんだけど、これカジノさもう進行度 20% なんだよね。だからこれ意外と早く終わる気がするんだよ。なのでまあカジノ行ってもいいけど、やっぱちょっと気になってんのはボクシング、あでもボクシングもう進められないのかな、これロックかかってるよな。あそっか、だから度胸レベルとかが足りないのかな、もしかして。でそうなるとダンス部は無理だから、ロボット部、いやでもカジノ行ってみようか。まあいろんな部活をね進めていくのはいいかなと思うので、あーちょっとカジノ行ってみるか。カジノはあれだよな、あの中華街の方の、うん、カジノのとこに行けばいいと思うので、ちょっと行ってみるか。すいませんね今回もメインは進まなさそうなんですけど、ちょっとまたユースドラマカジノ編行きたいと思います。いやこれさみんな見ててどうなのかな、もうまとめてやった方がいいのか、それともいろんな部活見せて行った方がいいのか、その辺が方針決まってなくて、ちょっとこのペースだとメインの方が早く終わっちゃいそうなので本当に迷っている、このゲームのボリュームのこのどうしようかというところなんですが、多分あそうだね、やっぱ予想通りこのトイレのところカジノのユースドラマ発生しているので、ちょっと行ってみたいと思います。あ、おー、ここだ。え、うん、ちょっと。今からやろうと思ったのに。そろそろ日が暮れそうだな。職員ずっとは、ずっと暮れてるよ。職員会議終わってるかもしれない。あー、でもまあそうなったらもう、ねえ、さすがにメインストーリーちょっとは進めないとな。とんぼ返りします。星稜高校にとんぼ返りさせていただきます。いや、進められるぞ。あ、ちょっと進め、うわちょっとあれ一気に若くしてきたいやなんか急に始まったからさ、またカジノかなって思ったんだけど、いやーご苦労様ですね。職員室ですね。なんかどういう流れだったっけ、もうなんかずっと説明してるけど、あそうだ、さあ先生に結局そのいじめの今回の関係者の起点があれこっから行けなかったっけ、もう場所が分かりま、あ、そっか、エスカレーター行け、ん?エレベーターか。行けってことかな。で、ちょっともう一度説明すると、このサー先生を起点に今回の関係者、江原明宏だったりとか、もうお名前を忘れちゃうぐらい随分。あれ、あの女の人、名前なんだったっけ?あ、この人。そうそう、間宮由衣さんだね。とか、まあ、いろんなところがね、こう、接点を、あるのかっていうところが澤先生だったので、職員会議の前に話しかけたんだけど、待ってますよということで、あ終わったかな、あ始まった、うわ久しぶりのメイン楽しいサブもおもろいけど、澤先生のデスクではまだ戻ってないのか、あの
沢先生にご用ですか？ええ、職員会議ってもう終わってますよね？ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ。帰られた？もう1時間くらい前に。なんで？え？めっちゃ嫌われてる？何でもご自宅のマンションから空き巣に入られたって急な電話がかかってきて。空き巣に入られた？空き巣？そんな都合いいことある？それで八神さんがもし来たらそう伝言してくださいって沢先生から。沢先生からわざわざ。そうですか。あの、沢先生の連絡先とか教えていただけないですか？ちょっとそれは厳しいんじゃない？それはちょっと。あ、そういう格好だもんな、特に。じゃあ私の電話からかけてみます。ちょっと待ってください。これはまあ単純に職員会議抜けましたんでっていう伝言だよね。別に助けに来てくださいってことではないよね？出ませんね。あ、びっくりした。もう今はお取り込み中かも。画面ずっと暗いのは怖いよ、実況者として。もう家に着いたってことですかね？そうですね、歩いて行ける距離ですから。沢先生の家がですか？じゃあ偉人町に？ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。なるほど、プライベートなことですしね。わかりました、ありがとうございます。ああ、ちょっとまたお話ししたかったんだけどな。デスクとか見とかなくていいかな？まあ勝手に探るのもあれか。沢先生のマンションに空き巣か。なんだか、そうだね、もちろん。もう誰もが思うよな、このタイミングでの空き巣。このままほっといちゃいけない気がする。誰か沢先生の住所を教えてくれる人は。学内で言ったらもう理事長か？理事長ぐらいしか。沢先生の住所を知ってそうな人と話す、いるかな？あれ、あの、元プロレスラーの先生がいないな。なんかちょっと BGM。何、ちょっと怖いんですけど。ちょっと深刻な流れになる？もうごめん、本当に理事長ぐらいしか思いつかないの。ちょっと3階に行こうか。まあ、ちょっとこのタイミング、だからその八神探偵が沢先生が結びついてるってこと気づいた仮面の組織なりが空き巣に入ったってことかな。なんかでもこれ、これなんかちょっとでも一種沢先生をおとりにして八神探偵がなんか誘い込まれてる説もないかな。ちょっと理事長しか俺は当てがないですいません。なんか久しぶりだなあ、あんたも。こういうテンションではないのかもしんないけど、いじめ対応で疲れてそうだな。どうやって話すん、理事長と。これどうやって話すん、ここ。本当にどうやって話すん。こっちから行けばいいのか。あ、行けたわ。ちょっと教えてください。八神さん、どうしたんです？また何か？沢先生の住所って教えてもらえません？は？少し前、彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど繋がんなくて。まあそこも心配ではあるな。矢上さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか、沢先生の自宅に？ここから歩いて行ける距離なんですよね。そうだったかもしれませんけど、若い女性の一人暮らしです。その住所をこっそり教えるというのは。いや、まあ分かるんだけど、ちょっとは協力してくれや。俺は探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか？バカバカ、明日やろうはバカやろうって。理事長も三越芝広の殺人動画のことは知ってますよね？ええ、当たり前じゃないですか。でも警察に聞いたら、あれは捏造動画である可能性が高い。ああ、警察はそう言ってるんだよな。俺が聞く限りでは、まだ捏造された痕跡は見つかってません。あくまで裁判が正しいと。もしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて、それを見た捜査当局に
捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。あ、ここは源田法律事務所で警察はそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。話した内容ですよね。そして彼がそこまでやった動機は4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。江原明宏の超計画的な行動。いや、待ってください。それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。森理事長、江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。どっちなんだよお前は。実は沢先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師にいじめがあると報告してたんです。え？なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。あー、そっか。だから沢先生にもそんな状況があった上で三越芝は殺され、今沢先生は空き巣に入られたと言ったっきり。江原からしたら沢先生にもちょっと恨みあるな。何が言いたいんですか。それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。だからそう言ってんだろこの野郎。俺は先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。理事長が沢先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。もう仕方ない、わかりましたよ。いや本当俺はさ、ゲーム序盤から言ってるけど、この理事長の対応というか態度にはなんかちょっと納得いってないんだよね。どっちなんだということなんですよ本当に。まあ学校の対応で疲れてるのはわかるけど、沢先生のマンションは大黒天通りだ、浜北公園の、あ、いいとこ住んでんね沢先生。さすがさすが私立高校の先生だな。あ、現実で言うとだってみなとみらいあたりってことでしょ。あんなんもう富裕層しか住んでないからな、あの辺は。本当に高級車乗り回してる人しかいなかったからね実際。ちょっとでも待って、なんか俺の予想外の展開になってきた。これ沢先生がそうか。あ、江原もだってね、うん、そのことはちょっと触れてたもんな、あの高知症っていうのかなとかで会った時に。そっか、沢先生も証拠を隠した先生として江原から見ればそうなるから。でもこんな、そっか、でも八神探偵は近づいているからね沢先生にも。これちょっと急いで行った方がいいね。なんかもう BGM がずっと怖いもんな。ちょっと急ぎます。さあ浜北公園近くに到着しましたけど、これこの家もしかしてこのマンション、めちゃくちゃいいとこ住んでんな。タワマンとは言わないけど普通に15万ぐらいするよこの立地ならね。しかももうめちゃめちゃロケーションいいしな、ここ。実はこの裏に観覧車見えますからね。あーでも多分見えるな、花火大会とか見えるよね、みなとみらいの実際だと。でここか、このオートロックどうするよ。理事長の話だと、あ、そこも分かってんだな。沢先生のはこのマンションの304号室ってことだった。まあ、ここで返答があれば、あ、開いたか。これ一番怪しまれるやつだけど、なんとかうまくいった。いやちょっと沢先生は本当なんだったら広いんだからな、ちょっとこの雰囲気怖い。思ってたより嫌に静かだな。少し前に空き巣が入ったって、いやそ、え、だって警察が、いやこれ確定だな、これ確定よ。だってそんなんさ、警察から連絡来てた場合、ね、どんな小さい空き巣だろうと、てか空き巣だって警察来るもんな。めちゃくちゃ景色いいな、そんなことより。このマンション住みたいわ。あー、コンチネンタル横浜ね。赤レンガに。いいですね。てか、あっちにあ、船の名前忘れたけど、うん、船のところね。で、ここか。いや、ちょっとこっからシリアスになるよ。この部屋が304号だ。さあ先生、ここに帰ってきてるはずなんだけど、まあ空き巣は明らかに嘘ですね。いやー、さあ先生は広いんよ。
ってくれよ。誰かが上がってくる。お？ああ。あ、クワナ？クワナ？なんであんたがここ。これは偶然ではないよな。は？何か情報、え？入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違うな。始めるぞ、阿久津。阿久津、え、RK も？は？え、ちょっと、え、じゃ、あ。おいおい、どういうことだこれ。はーい。いや、わからんて。え？こんな気になるところで終わりますか？てか、チャプター6、何をしてたんだろう、俺は。何をしてたっけ？いや、これはすぐ行きましょう。ちょっと振り返りも含めてね、この回でやっといた方がわかりやすいと思うので。え、ちょっと待って、これチャプター7、すごいことになるよ、みんな、多分。こっから、注意深く見ていこう。振り返りもあるしね。前回までのあらすじ。清涼高校で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた矢上は、そこで偉人町の便利屋桑名と鉢合わせる。だが桑名と沢先生の間に一体何の接点があっただろう。だからこれ桑名と RK は別ってことでいいのか。入れ食いって言ってたからね。チャプター7なんて読む。わかりません。ただ大きく動きそうなチャプターですね。まずは沢先生の安全を確かめたい。クワナ？なんであんたがここに？沢先生とつながってるのか、あんたが。参ったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。お、え、あ？よう。おい、あ？なんでこの部屋からお前らが出てくんだよ。なんで RK がここに。いや、後ろからも来てる。どうなってる。おい、ちょっと待って、沢先生。お前じゃない、俺がはめられたんだ。は？連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした。おい、どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえように。だから何があんだっつってんだよ、ここ。おい、ハングレ集団歩け最高幹部。ちょっともう、ど、誰を信じていいんですか。本当にちょっと待って、もう腹いせにこの高さから落としちまうよ、全員。お前立て、お前谷口、ちょっと待って、戦闘開いてしまうのかい、もしかして。本当にちょっと、八神探偵自身が危ない。ちょっと待ってください。ちょ、全員なんだったら落としたい。クワナ、クワナ、ちょっと待って、お前は、お前も言っとこう。戦闘中に整理するのはなかなか難しいんですけど、クワナと、だからちょっと阿久津は最後ね、クワナと RK はこれだから本当別って考えてよろしいんですかね、皆さん。もう俺は、あ、いいのあんじゃん、いいのあんじゃん。痛いですね、ちょっとナイフあれ拾いたいな。いったー、こんなところで。いや、八神探偵今こっそり2人殺してるからな。これ久しぶりの戦闘なんだけど、なんだったら、え、だからそう、クワナと別って考えていいのかな。 OK、 拾う、
いいぞ、いったねー。3人目、あ、これ警棒か。アングレだったらナイフ持ってこいよ。ちょっと食わな。あとは、まああとこいつらか。ちょっともう、お前リーチ長っ。さすが最高幹部。ただなんかあの感じを見ると桑名も矢神探偵にはなかなか言えない事情があると。いやでもまあまあそれはそれはそうとしてさ、え、ちょっと沢先生大丈夫？さすがに何もないってこともないもんね。ちょっともうこっちとら久しぶりの戦争なんだよ。ちょっと待ってくれよ、慣れさせてくれよ俺にも。待って、あ、やっべやっべの来る。ちょっともう受け流しとか忘れちゃったよ俺。よし、オッケー。3人目3人目殺害しちゃったな。ちょっと待って、これどうやってさ流す。あ、今チャンス。これやばいやばい、まずい。ちょっと戦闘思い出していいかい。こればっかやってるからな。でもとりあえずひとまず沢先生だよね。よいしょ。ちょっと命すらだって、いやてかもう普通に殺されてる。いややめてよ、沢先生だよ。言ってもヒロインなんじゃないのこのゲームの。ちょっともうそういうことは本当にやめてほしい。ちょっと好きなんだから俺、沢先生のこと頼むよ。 OK、 ちょっと戦闘を勉強し直したんで、まあ、クアナ体力大丈夫だな。結局流れなんだよなここ。いやちょっとでもさ、あいつも出張ってきてたからね、阿久津以外にも。結構本腰入れて歩けてきてってことだよな。あ、やっぱり、あー今罰押したのに。自利品の体力、おおちょっと待って、自利品、ちょっと桑名やめて、桑名やめてくれ。俺に決めさせてくれ、俺に決めさせてくれよ。もう行くか、よいしょ。さすがにこいつは落とせないからな。いいのよ、もうちょっといろんな関係性置いといて、沢先生の様子伺いに行こう。結局整理はできなかったわ。今まで調子乗ってんだ。お呼びじゃねえんだよ、ヤガミ。お互い様だろ。お前またこの高層ビルから落とすよ。あ、生きてた、よかった。沢先生殴られてるけど大丈夫、よかった。警察を呼びます。助かります。落としたね。いいね、かっけえ。逃げるぞヤガミ、先行け。こいつらあんたを狙ってんだろ。すまねえ。いやだからそこ、そうだ、そこも謎なんだよな。お前らヤガミだ、わかります。阿久津さん下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますね。もうちょっとクアナ早く降りろ。んじゃな、残された者同士仕切り直していくか。余計なとこにシャシャリ出てきやがって。ざけてんじゃねえぞこれ。なんかずいぶん RK も焦ってる気もするよな。 RK のメンバーたち、あ、また殺しちゃいますよ。どっからでもいいのかい。どっからでも落とせるよ。アキソンさすがに保ってなかったか普通に。でもなんか結構焦ってる様子あるよな。でちょっとごめん、何回も俺同じこと、あぶねえ。ちょっと待って、このアクション危なすぎでしょここで。なんかなんでクワなの。ちょっと待って、来てるな。モータルか、あ、モータル終わったか、よかった。なんか焦ってる気もするよな。でなんでクワナなんだろう。クワナがここに来たってこと自体が沢先生と関係があったりすんのかね。その辺待ったいない。ナイス受け流し。その辺の整理ができてないけど、あ、だから危ないって。ちょっと待って、タフネス Z とかどうせね転がってんだら使わせてもらおうよ。 OK。 やっぱこうせっかくだから一応ね一戦もさ使ってるんよ最近。あ、来た。 OK、 これが本当に強い。このショーはもしかしてバトルチャプターか。いやでもよかった、沢先生のお顔が見えただけでも、まあ、ちょっと顔は殴られてたりしたけど、ちょっと命だけが心配だったんで。後ろ気をつけて。沢先生。はい。
警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。八神さんは大丈夫なんですか？ねえ、それより先生、桑名とはどういう。どうだ沢先生、どうだ。とにかく部屋にいてください。それじゃあ。いや、ここの判断どうなの八神探偵。これいや、桑名ももちろん大事だと思うし、明らかに敵対はしないから助けに来るは分かんだけど、ちょっとさ、やっぱ女よ守るべき。ここは桑名の様子を見に行かないとな。ったく、なんであいつ RK 狙われてんだ。いや、そうだよね。だから RK が、あー、もうアイテムなんか、アイテムないかな。そっか、 RK が偉人町に来たのって桑名なのかな、目的って。もちろん全部が謎だけど、もうやっぱ出張ってくるか。てかてめえ、八神じゃねえか。 RK の応援か、早く桑名を追いかけたいところだけど、この状況でなんでここを立ち去ろうとするのかね。こいつらも沢先生に危害を加える可能性がある。放っておくわけにはいかないか。おい、なんだその目、まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね、けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないぞ。ああ、調子乗ってんじゃねえぞ、カイトーのおまけごときが言う。ああ、そっか、 RK ではカイトーさんのおまけなんだな。いや、ごめん、正直言っていい、いろいろ持ってる。ちょっと待って、これは流れにして、はい、いただきます。はい、よいしょ。で、これ掴めないのかな。あ、ちょっと回避、回避して OK、 ナイス、武器は取ったね。正直言っていいかな、 RK のメンバーどんどん今格が下がってんのよ、さっきから来てるやつら。うん、申し訳ないけどどんどん格下げできてるから何にも怖くないんだよね、申し訳ないけど。あ、ヒーロー痛い。あー、あの EX アクションしたかったな、どうせだったら。時間食っちゃったよ。はいはい、あ、拾えないか、くそー。で、タフ、もう、なんかいっぱい出してくれるね。タフね、もう説得力は使っておくよ。うん、ほんで持って、こっちか。大丈夫、301号室大丈夫かな。どっちだったっけいや、俺だったらここを何としてもお部屋に入ろうとするんだけどね。あ、ここ開封できたんだ。まあ、とりあえず知らないな、桑名王か八神探偵だったらもう、おっと、ここにいる。あ、なんかすごい回復ゾーンがあるね。わ、桑名さすがに強いな。なんか落ちたりしないよね。桑名のやつ一体どこに逃げたんだ。こっちに来た形跡はあるけど、エレベーター使ってないみたいだ。もしかして歩道橋の方から。あ、確かにそう、ここ、あ、横つながってんだな。あ、やろ、やりやがったなおい、集まれ八神だ。いやー、いかにも半グレって感じだな。頭脳がねえわ。まだヤクザの方がいろいろ、おー、身体能力だけいいな。また RK に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど、しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ、おとなしくし。よいしょもう EX アクションさえ使わなかったわ。いや、ちょっとこの事態どう収拾するんだ。たく、余計な時間を使わされちまった。今の RK のやつらか。いや、ちょっとほんと沢先生が心配なんだけど、大丈夫この判断。八神だってまあまあポカすることあるからな。桑名のやつ追い詰められてるみたいだな、急がないと。まあ実際桑名のとね、沢先生の関係を探るには、まあ両面から聞くのはもちろん大事だと思うんだけど。あーっと、桑名よ、待ってたぞ。もうちょっと逃げられただろうよ逃げ足が遅いんじゃねえの本当そうだよ、もう回り込まれちまっててよ。やがに、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ
海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、ヤガミ。まあここを乗り越えたらちょっとこれは結構な戦闘になるな。ここからでも来な。こういう時ちょっと演武にして、はい、狭すぎる。なんかないのかい。なんかいろいろあるでしょここ。何もない。あったあったあった。もうこういう時は使っちゃおう。あれ、俺は今使いたかったんだけど。よいしょ、伝統の誰かから知らないけど伝統の、いってー。今回避、あ、ちょっと待って、いいのあんじゃん。あんま見たことないヒートアクション使っていきたいからね。よいしょ。あ、棒どこ行った。俺のハンマー、あ、ハンマーどこ行った。俺の悪ツボメインがさ、クワなんだ、そっち行って。おー、びくしょ。いい加減出てろ。なめんな。これあれか、ボタンを見る、来るな。悪いな、クワな。はい、ちょっとまずい、今まずい、今まずい。ちょっと囲まれてる、まずい。おー、なんか回避した、なんか回避した。ちょっとな、もうちょっと壁蹴り来てほしいんだよね。よし、いいぞ。くそ、違う、理想と違う。あ、そっかそっか、演武にして。ここいい感じに壁なんだけど発動できないな、 EX アクションが。まず地道に行くしかないな。あいつクアラ本当ちょっと謎だね。なんだろう、もう味方なのかどうなのか。よいしょと、これで一発絶対死んだ、絶対死んだ、今ので絶対死んだ。オッケー、気持ちよく回り方ついたよ。さすがに悪党最後にしたいんですよこういう時はね。いった、いって、これではさすがに死なんでしょう。大丈夫かな。なんかこれでも死んだねちょっとこのチャプターの入りから何も整理ができてなくて、アイテムはたくさん落ちてるから回復はもちろんできない。ちょっとこれで死んじゃう、ちょっと待って待って、これで死んじゃうから。サーフネスセット使ってこうか。なんか優しいぐらいいっぱい落ちてるね。もうどんどん使っちゃおう。で回収して、できればあいつが赤になってくれて、あれで返したいんだよな、かっこいいから。来ねえかな、一応中にしとこっか。あれがモータルだっけ、あれをやりてんだけど、あれほんとかっこいいからね。痛い目見せて終わりたいんだけど、ちょっと待つかこれ。いやー、ちょっと2、3分待ってみたんだけど、つよつよモードにはなってくれないな。もう行っちゃうか、ご愁傷はしちゃうか。よいしょ、あ、いいね、真上パターン阿久津この戦闘で3回は死んでるな。さすがに褒めてあげるわ。あ、こっちが人間やめてるからさ、死なないけど。結局桑名にも逃げられたしな。桑名、おい桑名。くそ、礼も言わずにとんずらかよ。いや、止まれヤガミ。阿久津か、さすがにタフだな。でももういいだろう、それはお前次第だな。ああ、やっぱそうだよな。うわ、リアルタイム。沢先生、やめろ。くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ、何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう、当ててみな。いや、時間切れだ。ん、後ろ。あー。